皆さんこんにちは、汐留はじめです。今回は東急5080系の狙撃事実について皆さんに紹介しましょう。東急5080系がなんと増備されることが決定しました。今回はその話について証拠も含めて皆さんに紹介していきましょう。まずは東急5080系について振り返っていきましょうか。東急5080系は2003年に一番最初の編成誕生しました。ですがこの編成、東急5000系列のグループとはいえ結構仕様が独特なんですよ。見た目こそ東急5000系や5050系にそっくりですが、仕様は結構独特です。おそらく5000系5050系と違う点が多いですね。まずパッと見で一番驚く仕様としては内装でしょうか。最初に編成系列ですが内装が結構違うですよ。ウィキペディアにもこんな感じでしっかりと写真があります。まあこちらの写真はちょっと昔の写真なんで、ドアの枠が補強されてます。ちょっと雰囲気が今とは違うかもしれませんが、ドア上の LED 表示器も分かる通り、なぜか東急5000系列で東急5080系の最初に平成明け LED 表示器を積んでます。仕様についてはおおむね東急3000系と統一で、おそらく共通部品が使い回されたっていう風に考えられますね。一応第3編成以降は内装も LCD だったりとかフルカラー LED の搭載とか、なんだかんだ言って一般的な東急5000系の仕様に変更されましたが、もともとこの電車ってこんな感じで途中まで古い3000系に合わせた仕様で作られたんですよ。なんでこういうことをしたのかっていうと推測ですが、もしかしたら多分最初に平成は事情が事情でそんなに作るつもりなく、あえて昔の平成と同じ設計にしてメンテナンス楽にしようっていう風に思った可能性がありますね。最初の第一平成は電車を増発のために1平成作られて、もう1平成についても東急3000系の予備車を増やすためにもう1平成作ったって感じで、大量増備を意識して作ったわけではなかったですしね。まあ少数増備だから仕様はあえて古い3000系合わせてもいいやっていう風に思ってたのかもしれません。当時は確かに気象も板も結構高かったですし、そういうことを踏まえたらむやみに2平成だけ新しい部品を搭載してもメンテナンスとかそういう観点で不利になるから、あえて従来3000系と内装を統一とかそういう風にして極力仕様を合わせたっていう風に考えられます。まあとはいえ座席とかそういうところについては東急5000系列のものを普通に使ってますけどね。最初に編成はこのように2003年2004年に1編成ずつ作られて終わりでしたが、2006年から使った第3編成から一気に変化します。内装は普通に LCD を搭載し、全体的に仕様は従来の東急5000系列と同じ感じになりました。変化した理由としては2008年6月の日吉延伸も関わっているかもしれませんね。これに合わせて2006年の増発とは別に6編成追加で作られてますが、結構まとめて新しい列車を作るため、まとめて作るならば東急3000系に無理して合わせなくてもいいやっていう発想が生まれたかもしれませんね。2006年頃だったらもう多分この2008年の開業も分かってたことでしょうし、そういうことはあって多分2006年頃には2008年までに結構な編成数の東急5080系を追加で作るってことが想定されましたから、それを見越して2006年から東急3000系との共通仕様は結構取っ払って、東急5000系列の仕様を結構5080系にも投入したっていう感じでしょうかね。東急5080系自体は全編成64編成で申請されました。東急5080系が作られた当時から一応一部の鉄道会社では最初から84編成化を前提とした編成番号を振ったりとかそういうことをしましたが、東急5080系は特にそういうことはせず、普通に通し番号で100度くらいが 1,2,3,4,5,6 っていう感じで各編成ごとに番号が振られましたね。目黒線を走行する一部の列車は最初からすでに番号を一部飛ばしていて、84編成化を前提とした番号の振り方をしている編成もあるんですが、今回のこの東急5080系は特にそういうことは意識せず作ってる印象でしたね。おそらくそういうことから多分東急5080系の秒数を変更する際には番号ごとがっつり変わるんじゃないかなっていう風に想定されます。もしくは号車番号を無視して余った7番以降の番号を振っていくかもしれませんね。ちなみに東急5080系全体で言いますが、とてもレアな VVVF を搭載しています。 IEGT 素子を使ってますね。 IGBT ではありません。 IEGT っていう素子を使ってます。多分この IEGT っていう素子は非常にレアでしょうかね。国内ではおそらく営業運転で IEGT 素子を使っている電車は東急でしか走ってません。一応東急5080系以外にも東急6000系とかで採用されてますが、このタイプの VVVF は非常にレアで東急でしか見えないっていうちょっと面白い仕様ですね。特に東急線以外を走行する車で IEGT を積んでるのはこの形式だけですから、この5080系の VVVF って結構レアなんですよ。どうやら IEGT って一応 IGBT の改良版とかそういう風にも言われてますが、実際にはおそらく IGBT の方が
価格的理由だったりとかそういう面からあまり採用が進まず東急で終わっちゃった可能性もありますね。まあ実際残念ながら価格とかそういう面は全然わかんないんですが、おそらく IGBT の方が価格とかそれかもしくは純粋実は性能が発揮しやすいとか、正直事情は何とも言いませんが、東急5080系と東急6000系とか東急の内割れ終わっちゃった感がある VVBF とも言えますね。なんでこの VVBF が東急5080系とさせたのかは今までちょっと謎ですが、一応東急5080系の特徴として紹介しました。ただ東急5080系と同時期に装備された東急5000系や5050系は IGBT ではあれですからね。なんでこの形式だけ IEGT なのか本当に不思議です。テスト目的とかもあるかもしれませんが、結局のところ謎が多いですね。もしもこの詳細が分かる方がいたらコメント等で教えてくれると嬉しいです。その後目黒線だけでなく三田線とかでも活躍を続けてましたが、2021年頃から J トレックに初期に製造された2編成が入場しました。おそらく多分84編成化に関する改造工事をするために入場したっていう風に考えられますが、実は入場したっきり結構謎が残ってたですよね。ですが今回なんと合法的に J トレックの内部を見ることができました。結構 J トレックって普通撮影することは禁止ですが、今回に限っては奇跡的になんと合法で撮られた映像があったですよ。著作権の都合上当チャンネルではその動画とかについては動画内では使用しませんが、とはいえその件について続いてお話ししていきましょうか。なんとテレビ番組のアドマチック天国の八景島を紹介する回で第5位に唐突に J トレックが紹介されました。そしてなんと J トレックのライブの映像が流れたですよ。 J トレックって普通は撮影禁止で、普通にカメラを向けようもらったら拡声器とかでガンガン出ていけって感じで追い出されますからね。普通は撮影することができませんし、撮影したものを外に流すのは NG って感じですが、今回限っては一応合法的に多分許可を取ってテレビ番組が流したっていう風になっています。普通 J トレック横浜ってなかなか撮影ができなくて、今回のこのケースは非常にレアだなっていう風に思いますが、その際になんと東急5080系が新車製造ラインと思われる場所にいたんですよ。東急5080系がちょうど他にも新車が作られていて電車が置かれている場所にあったんですよね。映像で映った東急8000系の車両は5281っていう番号の電車でした。この車両は64編成時代の東急5080系の第一編成の2号車ですが、おそらく多分屋根の形状とか、あとは側面の雰囲気から多分ですが2003年前の車両っていう風に思われます。多分こちらは新製ではなく既存の電車で一旦 J トレックに入場した車両っていう風に思われますね。一応もし J トレックで新規製造されている場合だったら、場合によってはサスティア構造になっていてもうちょっとフラットになっている可能性もありますね。ただ東急5000系の4ドア車が6ドア交換するために使った結構新しい編成についてもサスティナを使わずに作ったりしたため、もしかしたら東急5080系も同様にサスティナをあえて使わずに中間車を新造する可能性もありますね。東急6000系についても東急6020系っていうサスティナ構造でしたと同時期に作られた中間車からですよ。一応この編成は旧シートを組み込むために作った車両ですが、こちらが6020系と同時期に製造されながらサスティナ構造は使ってません。そうなるともしかしたらサスティナ構造を使っては新車の可能性もありますね。見た感じ結構ピカピカだったので、もしかしたら新車の可能性もありますね。ただもしかしたら単純に J トレック内で掃除とかされて綺麗だった可能性もあります。アドマチック天国に移った5080系が新車かもしくは2003年前の既存の電車かについてはちょっとわかんないところもありますが、少なくとも編成が2号車で分割されていたので多分ですけれどもね、編成組み込みの途中で今現在6両編成か8両編成に組み込みをしている最中かなっていうふうには思いました。もともと5080系って全編成が8両編成になることが前々から言われていたんで、今回のこの様子が特別なのかめちゃくちゃやばい出来事ではないというふうにも思いますけどもね。最近 JR 東日本でなんかもう登場してから数日で雨漏りするとかとんでもない電車もあるんですが、特に今回のこの東急5080系の置き換えっていうのはそんなに特別やばいというふうには思われません。ただ一応ついに東急5080系の8両編成化が本格的に始まったというふうには思いますね。ちなみに東急5080系のうち初期の編成、多分今現在入場している第1編成もしくは第2編成は6000系を組み込むんじゃないかなというふうにも思われます。東急6000系は見た目はこんな感じで東急5080系とは全然違う雰囲気ですが、実は足回りの面で結構そっくりな点が多いんですよ。まず VVVF がさっきもちょこっと触れましたが IEGT のものを搭載しており、
また車体についても東急5000系ベースで作られてますからね。おそらく多分東急5080系と結構互換性は高いという風に思われます。そんな東急6000系ですが、実はリハが2両余ってるんですよね。なんで余ってるのかっていうと、旧シートが原因です。東急6000系は旧シートを使うために旧シート対応の座席を搭載した車両が2両作られました。ですがこの2両結構変なタイミングで作られたんですよ。というのも東急今時点って2017年頃に普通車だけ7両編成化したんですが、その後2019年頃にさっき紹介した旧シートを作ったんですよね。しかもこの旧シート2017年に7両編成化する際作ったデハを交換するっていう感じで2両分作ったんですよね。その結果2017年生まれの新しい中間車が余っちゃったんですよ。今現在は J トレックの横浜の内部にあるんですが、おそらく多分第一編成と第二編成組み込むかなっていう風に思われます。いくら新しいとは言ってもなんだかんだ言って今年作るものに比べたらだいたい4年ぐらいは古めになっています。だからこの街頭2両を製造が比較的古い東急5080系の2両に組み込むのは結構ありかなっていう風に思いました。設計上も結構似てますし、場合によっては塗装変更以外の大規模な変更はしなくてもできる可能性がありますしね。ただ一方で2両ともデハなんで、多分8両編成化をする際にはデハとサハを1両ずつ必要とするんですが、サハについては多分心臓でしょうね。さすがにデハをサハに改造するぐらいだったらデハを別々に組み込んだ方がいいですし、2003年前と2004年前だったらそんなに差もありませんし、組み込むんだったら多分初期に平成分のデハとして中間車の増備の代わりとして使うんじゃないかなっていう風に思われます。多分残りの8編成とあとは初期より平成のサハについては全部新規で使えるんじゃないかなっていう風には思いますね。初期8編成はデハとサハ両方が新規製造、残りの初期2編成についてはサハ新規製造でデハが6000系の余ったデハを組み込むんじゃないかなっていう風には思われます。どういう風に編成組み替えをしていくのかの詳細までは実を言うと断定はできませんが、多分今回のこのアドマチック天国の東急5080系を進めると、多分ですが新造車両もしくは既存車両の組み込みによる8両編成化はほぼ確実っていう風に思いました。というわけで今回のまとめといきましょう。今回は東急5080系の8両化が進んでいるかもしれないなっていうことについて皆さんに紹介しました。アドマチック天国で映っていた東急5080系を見ると編成が一応ばらされており、もしかしたら8両編成編成組み込みをしている可能性がありますね。東急6000系のあまりを今現在入場している初期車に編成が活用するのか、それとも全部新造で作るのか、まだちょっと分かんないところは残っているものの、それでも東急5080系の8両編成化が結構進んでるなっていう風には感じました。というわけで皆さん今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントをする際はぜひクリミーという単語を書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録してまた一緒に知っていきましょう。このチャンネルでは鉄道に関する新しい情報や未来に関する推測情報も発信していきますので、興味あったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。おまけコーナーでもジェットエクロを発表しますよ。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。おまけとして祝ネタ切れが回避できたことについて皆さんに紹介しましょう。最近検証しようと思っている鉄道ネタの噂が結構枯渇してきており、ネタ切れが心配されてました。ネタ切れすると最悪の場合、すごいマニアックな話をしちゃって再生が全くされないっていう最悪のケースに陥る可能性もあったりと結構大変なんですが、なんと今回ネタ切れを開始することに成功しました。アドマチック天国の J トレックの横浜の内部の映像で実は今回紹介してない別の車両もあったんですよね。一応ネタ前については伏せておきますが、当チャンネルではこのおかげで結構動画ネタが増えました。結構最近ネタ切れが怪しくて、ネタが切れたら最悪歴史ネタをやろうとも思ってましたが、歴史ネタをやると再生数が全く伸びないってことは判明しましたからね。当チャンネルで結構再生数が伸びる傾向にある209系でも、噂ではなく歴史した瞬間全く再生数が伸びませんでした。普段の再生数の3分の1ぐらいですからね。さすがにちょっとあの時はやばいっていう風に思っちゃいました。まあ、とはいえ、ネタ切れ回避できたので、しばらくはこういう再生数の心配は多少は緩和できるかなっていう風に思いますね。ただ最近なんか YouTube の動きがちょっと変わってきていて、再生数の伸びる傾向とかも変わってるから、ちょっとなんかもしかしたら今後、新しい策とかを考える必要があるかもしれませんね。というわけで今回の私についてはちょっぴりラッキーなおまけは終わり。